ベッテンドルフ台車は、アメリカ合衆国のベッテンドルフ社が開発した、鉄道車両用ボギー台車の総称である。スリーピース台車、インテグラルボックス台車等とも呼ばれる。ベッテンドルフ台車の一例1910年代に、ベッテンドルフ社が開発した台車の一つであり、特許を公開したために、コモンウェルス社や、ゼネラルスチール社等他社でも生産され、各種改造。 改良型が存在する。特に、米国では、アメリカ鉄道協会標準台車に指定されると、主に貨車用として、広く用いられた。日本国内では特に無害車、タンク車、ホッパ車での採用例が多い。SK300 から1の TR209 台車、側枠の形状は、菱枠台車やアーチバー台車を継承しているが、軸箱を、 側枠と一体化した中高性となっている。また初期系の側枠は断面が T 字型であったが、経年により亀裂が生ずるなど強度に問題があったため、U 字系断面に改良されている。また、皮脂枠台車とは異なり、側枠と枕針を分解することが可能で、枕羽を抜き、枕針を下げると、枕針を引き抜くことができ、左右をのうののが湧と、 枕張りの3点に分解ができた。また、車両の大型化によって3軸ボギーも製作されている。足として、軸箱が分離した、アンドリュー台車やバルカン台車などがある。TR41 系、台車3軸式の TR78 系、台車日本でのベッテンドルーフ型台車としては、国鉄 TR41 系台車が行使かつ、代表的で、その後継で、コロ軸受けとした、 tr209 系、tr214 型、tr225 系、tr228 型がある。枕バネは、tr41 系、tr209 型が重ねいたバネで、tr214 型、tr225 系、tr228 型がコイルバネである。2011年から申請されている保機2000型には、 TR-214 とよく似た TR-213 型台車が採用されているが、本台車は左右の側枠をつなぎ針で連結した構造であり、側枠の前後動による車軸の打高度を抑制し、走行性能を改善した派生型である。ありがとうございます。